料理家発酵マイスターの榎本美沙です。料理家管理栄養士の長谷川あかりです。お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。でもなんか見つめ合う感じの撮影が恥ずかしかったんですね、はい、恥ずかしかったですよね。すごいめっちゃ照れましたよね。照れました。でもなんかあまり一緒に料理するみたいなのがなかったんで、うん、今日なんか一緒にやってみて楽しかったなっていうふうに思いました。緊張しました。ね、こちらこそなんかすごい隣でみょうがたっぷり切ってらっしゃったから、うん、あこんなに入るんだ美味しそうと思ってすっごい食べるの楽しみにしてます。あよかった。ありがとうございます。いや私はもうあのもう緊張しすぎて1週間ぐらい前からやばいもうすぐだもうすぐだみたいな磨いたみたいないや本当にあのずっともちろんあのオレンジページさんでもそうですしあの YouTube も見てましたしまさかこんなあのご一緒できると思ってなかったのでもう緊張って感じです。それこそ私も Twitter 見ててあすごいなと思っていつも面白いなと思って拝見してたのでご一緒できてすごく嬉しいです。しかもなんか今回のキンパとか、もうあのすっごい美味しそう。さっきちょっと切れ端をいただいちゃったんで、はいね、美味しそうっていうか、ね、美味しいの知ってるんですけど、すごい美味しかったです。私まだあのいただけてないので、今からあのいただくのが楽しみすぎて、ちょっと今お腹なりそうなんですけど。あの全部食べたいんですけど、あの豚汁ピーマンの豚汁が、うん、私ピーマン本当にとっても好きですし、そうあのなんか千切りの感じというか細切りの豚汁ってあんまり見たことがなくって、うん、なんかちょっとなんだろうなあのチンジャオロース的 な, なんか感じが切り方そうですね。そうそうなんかすごく面白いしこうからしをお味噌汁に入れたことがないのでその味わいもでも楽しいです。嬉しいです。なんかピーマンを好きっておっしゃってたんで、はい、あなんか食べてみてもらえると嬉しいなってちょっと思ってました。うん、めっちゃ楽しみです。あ嬉しい。私はもうやっぱりみょうがのグラタン。もう本当にもうめっちゃ注目していただいてなんか作るときなんかやばいなんかすごい注目されてると思ってこんなに入れるんだと思ってあ焼いてるっていうところまで見に行っちゃったんですけど、でもみょうがってやっぱり薬味で使うことがほとんど、うんうん、で生で食べることはすごい多いんですけど火を入れて作るっていうのがあんまり今までなかったの で、うん、でしかもそれを乳製品とか養殖でっていうのが初めてなので、はい、そこがすごい斬新で素敵だなと思います。いや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 、でもなんか匂い的にあこれ絶対美味しいなっていう感じがしたのですごい楽しみです。そうですね、あのそうみょうがもちょっととろっとするので、うん、あの気に入ってもらえたら嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。あと私すみませんヨーグルトポテサラもあのずっとあのもう盛り付けがまず美しいし、あのもうヨーグルトポテサラっていうなんかあんまりこうなんだろうなあのそれもそれでなんとヨーグルトポテサラって言われたらああと思うんですけどなんか食べた感じの味わいがなんか想像つくようでつかなくってそれも本当に楽しみだし、あのカリカリキュウリも食べたいし多分食べたらなんかお酒飲みたくなる気がしています。嬉しいです。でも私もそれで言うとリゾットめっちゃいい匂いしてたのですっごい楽しみなのと海苔好きなんですよ。ああいいですね。だから青海苔めっちゃ入ってたじゃないですか、はい、結構めちゃくちゃ美味しそうと思って見てました。アサリも好きだしあのアサリ缶ごと入れられたじゃないですか、うん、であの旨味が入ってると思うと絶対あのご飯美味しいなと思ってたので楽しみです。でキンパもコチュジャンでしっかり味がついて、はい、たのでもうそのままおつまみとして食べられますよね。でもいいしなんかあのお昼にあれあったらめっちゃ嬉しいなって思いました。なんかキンパってテンション上がりますよ ね、 ねなんか特別感がある感じで、うん、それこそその旦那さんが、はいはい、あの食べたいって言って作られたっておっしゃってましたけど、うんね、なんかその気持ちがすごいよくわかるなんか食べたいなって定期的に思うだろうなっていう感じがしました、うん、嬉しい。
端っこ美味しかった。端っこいいですよね。端っこ。具材たっぷりで贅沢な作った人の特権的な感じがして。ミニトマト。好きなんですよね。大好きです。お好きなんですよね。私も大好きです。どんなのに食べた。でも私はあのミニトマト の生で食べるのももちろん好きなんですけど、うん、あのやっぱこう加熱した時 あのトマトの旨味がこう濃縮されてる感じがすごい好きなので。基本こう加熱して食べるのが好きですね。なんかちょっとだけ加熱してプチって皮が弾けた感じ。あ、いいですよね。美味しいですよね。美味しいですよね。あ、で口の中でまた旨味が広がるみたいな。そうそうそう、あれなんですかね。あとなんかあの炒めてる時にあの湯むきしないで炒めると、うん、なんか途中でなんか分かります、割れてくるじゃないですか。なんかきたきたきたみたいな。あ、今そうですね。わかります。やっぱ加熱するとね、旨味もゲット出るし、うん、そうですね、酸味もちょっと和らぐ感じがして美味しいですよね、うんうん、何が、うん、あ、また被っちゃった、また被っちゃった。でも結構私はあの和食 あのいわゆる醤油、みりん、酒みたいな、うん、ものの中にミニトマト4つぐらい、うん、あの入れて一緒に煮詰めるのがすごい好きで、あの鶏ごぼうとかにミニトマト入れて、あ、美味しそう、煮物系、そう、作るので、それが何だろう、ちょっと和でもありでもなんか洋の美味しさもあるみたいな、すごいいいとこ取りになるので、そういうなんかいいとこ取り料理としてあのミニトマトさんに活躍していただいてます、うん、美味しそう、うん、しかもなんかちょっとこれからの時期、暑くなってくる時期にちょっとさっぱりして美味しそうな感じがします。鶏ごぼうにトマト美味しそう。合います。私も割と和食に入れること多くて、うん、特に味噌汁に入れるといい、ね、さっきのちょっとプチッてなった時に火を止めるみたいな感じにするのが好きですね。なんか味噌との相性もやっぱり旨味があるので、うんうん、すごい美味しいので、夏場作ったりして、うん、で今あの子供の離乳食とかにミ、はいはい、ニトマト結構使うんですよ。で、飲食用にちょっと使って余ったやつで大人用に入れる、ああ、いいですね、使い方をしてます。確かになんかミニトマトってこう量の調節ができるのが、なんか大きいトマト1個ドーンって買ってくるよりもあのなんか使い勝手がいいですよね。ね、確かに確かに、うん、今日3つ使って明日3つ使ってみたいなの、うん、確かに大きいのだとできないし、うん、あと大きいやつよりも結構旨味がね、うん、強いですから美味しいですよね、うん、発酵食品と合いそうというか絶対合いますよね。ね、どんなものでも、うん、それこそあの今おっしゃったお醤油とかみりんとかでもすごい、ね、うん、合いますし、そうですよね、味噌も合うしチーズも合うので、うん、あ、確かに万能そんな感じですよね、うん、確かに。料理のこう、これはこうしなきゃいけないとか、うん、これはこういうルールだよみたいな、うん、なんとなくこうしなきゃいけないにとらわれてることってお料理だとなんかあのちょこちょこあの皆さんあるんじゃないかなと思っていて、うん、いやもう全然そこはしなくてもあのもっと楽な方法があるからもうこれでいいんだよみたいな、うん、こう皆さんのお料理のハードルをちょっと下げて、うん、こう気楽に楽しく料理をなんか一緒にできたらいいなと思って、あのいろんなレシピを今紹介させてもらってます、うんうん、拝見させていただいてて、あの白菜のお漬物を使ったスープ、はいはい、あ、これ美味しそうっていうかもう絶対美味しいなって思ってあとあのお野菜何でもいいですよっていう感じじゃないですか、はいはい、そうですね、なんかそれがすごいいいなと思って、長谷川さんのレシピって、あ、今日これが余ってるからあのレシピであれを使っちゃおうみたいなのが考えられるのがすごいいいなと思いました。ありがとうございます、親子ご飯って言って、はい、さっきのミニトマトじゃないんですけど離乳食と、うん、その離乳食とそれの残りで大人のご飯も作るみたいなやつで、はいはい、まだあの子供って大さじ1とか小さじ1からしか食べないので、うん、そうですよね、そのブロッコリー1個買ってもこれだけしか使わないみたいなのがあるので、うんうん、そうすると残りで大人のご飯も一緒に作れちゃうと便利だよねっていうようなのを連載でやるんですけど、多分もう榎本家 の, あの
今ちょっと夫がミルク作ってましたけど、はいはい、ああいうドタバタが入ってくるような連載、めっちゃでも知りたい。私はあのまだあの子供いないんですけど、なんかそういう今のなんかこう共働きされているご家庭とか、うん、あのリアルなそういうどうやってご飯作ってるのかなとか、どういうふうにこう助け合って皆さんこう子育てされてるんだろうっていうのは当事者じゃないとやっぱりわからないけど、うん、知りたいところでもあるのでめちゃくちゃ気になります。そう言っていただけると嬉しいです。楽しみです。オレンジページ読んでくださいね。わー